今日は10月の29日日曜日ですね。時刻は4時半、夕方4時半回りました。今日はですね、SUP ですね。今年2回目だったと思うんですけど、3回目かな ?2 回目か3回目かの SUP ですね。久しぶりの、夏ぶりの SUP を今日しまして、朝8時前くらいですかね、から3時半、くらいまで、途中ですね、もう本当に体クタクタで、2時間に1回ぐらいですかね、浜でちょっと休んでですね、もう足もガクガクでですね、ちょっとノンストップっていうわけにもいきませんでした。まあ昨日じゃないや、前回からですね、まあ1週間ぶりなんですけれども、この1週間ですね、平日も結構体を、まあ、酷使とまではいかないですけど、まあ、しっかり体を使ってしまってですね、まあ、クタクタになって、まあ、本当はもう少し体休めればよかったんですけど、ちょっとクタクタのまま来てしまってですね、朝も、忘れ物とかもあってですね、まあ、サーフィンの用具じゃないんですけれども、ちょっと忘れ物があったりして、やっぱり疲れっていうのはそういうところに出てくるんだなと思いまして、でさらにですね、まあ反省すべきことが今日朝一、もう朝一初っ端ありまして、まあ今までというか、私もSUPをしている時はサーファーの方ですね、とは。まあもちろん一緒の、まあ、エリアというか、波待ちしてるようなところには行かないようにはずっとしてましたし、まあ、かなり離れてやっていたんですけど、まあ朝一ちょっと波もですね、まあ一部しか立たなくて、まあ、そこにサーファーの方、2人だったと思うんですけど、いらしてですね、まあ、私ちょっともう本当に周り見てなくて、の波ばっかり見ててですね。まあ、周り見てはいたんですよね。まあ、何人いるかとか、どこにいるかっていうのは確認していたんですけれども、まあ、その判断がですね、見積もりが本当に甘くて、私、ちょっと落水、ワイプアウトした時にですね、ちょっとボードも、まあ、流してというか、先にですね、ボード走ってしまって、で、まあ、そのうちの一人先輩だったんですけども、コミュニティの先輩だったんですけど、まあ、ちょっとギリギリというか、まあ、もしかしたら当たっちゃったかな。まあ、当たったよとかは、その時は言われなかったんですけど、まあ、ちょっと今の危ないよとか、まあ、ちょっと、注意をいただきまして、今のはダメだねとか、いや、もう本当にその通りで、で、その見積もりが甘かったっていう、もうこれ言い訳なんですけど、今までそのショートとかミッドレングスとか、まあ6フィート、7フィートの板をに乗っていてですね、で、今日久しぶりに9フィート5インチですね、2フィート違うっていうともう、2フィートだから、1、メーター2フィート1フィートが30センチだから、そうですね、1メーター2、30センチくらいですかね。まあ板が長いわけで、でさらにですね、リーシュコードも、まあ、7フィートじゃなくて9フィートのものを使ってましたので、まあ、さらに1メーター長いと。で2メーター2、30センチ、まあ、2メーター、うん、30、2、30センチですよね。長くなるはずなんですよね。ワイプアウト落水した時に、ボートがこう流れていってしまう、走っていってしまう場合。で、2メーター、まあ、半だとしても、ものすごい広いわけですよね。まあ実際、まあ、全然十分ではないですね。で、その、差っていうのがですね、私、計算に、入ってなくて、まあ今までのその感覚
どれくらい間隔空けてればいいかなっていうのでやってしまって、いや本当に、頭が、本当に反省ですね。で、今後に、つなげるというかですね、これはもうそういうレベルの話じゃないんですけどね。これをもう本当に強くですね、胸に刻んでですね、もう今まで以上にもう2倍、3倍くらい、もうサーファーの方には近づかないっていう、今までよりも本当にさらに安全マージン、多めにもう見積もってですね、サップするときは注意しようというふうに思いましたね。はい。で、波はですね、すごい良かったです。サップ出して良かったですね。逃げのサップでした、今日は。本当は、7フィートミッドレングス出して、練習したかったんですけど、前回本当に波に、ほとんど思うように乗れなくて、ちょっとストレス溜まっていたので、もう、道具の力を借りようということで、サップをしました。もう何本乗ったかわからないくらい、乗れまして、レフトの波、ライトの波、本当に様々なですね、ちょっとダンパーっぽい波もあったり、でも、うねりがほとんどだったんですけど、パドルと、あとは、長くて幅広の、サップのおかげもあってですね、本当にもう9割くらい、思うように、今日は波乗りできました。特に今日良かったのが、今までサップですね、そのレギュラーの波っていうのは、良かった、今まで、アップスっていうほどじゃないんですけども、なんとなく波の上下真ん中みたいな感じで波のフェイス見ながらですね、横へ走ることはできていたんですけど、グーフィーがやっぱり難しくて、それがですね、やっぱ今までこうレールが刺さってそのまま終わってしまうみたいな感じだったんですけど、今日はですね、アップスとかちょっとできなかった、そこまではさす、ん、まあ、気持ち的には 気持ち的にはできたんですけど、もう見た感じはただずっと、グーフィー波の方、ずっと、ロングライドできたので、でも、大きな今日は収穫だったかなと。波がもう少し大きくて、パワーがあればですね、もう少し、板も、なんていうんですかね、反応してくれるのかなと。私まだ筆を選ばずじゃなくて、もう板を選んでる身ですのでね。ちょっと今度は波の質。今度ちょっといつ、もしかしたらまた来年になるかもしれませんけれども、残りまた、波の状態見てですね、サップできたらいいなというふうに思います。間違いなくミッドレングス、そしてショートボードにつながるようなですね、感覚、それを落とし込むことができればですね、どーんとこう成長できるんじゃないかなっていう、楽観的な感じなんですけど。なので、今日でも改めて思ったのはサップですね。すごいその、さっき波のフェイスの話もしたんですけど、もう本当に、もう極端に振る、ロングボードじゃなくて もう浮力があるロングボードじゃなくて、そのさらに上のサップっていうので、こういった小波ですとか、今日腰くらいはあって、ロングボードでも十分、皆さん乗られていましたけれども、サップ、あとパドルの力とかも使ってですね、サップを活用することで、そのミッドレングス、ショートボードはちょっとまた別になるかもしれ、別物かもしれないんですけど、間違いなくミッドレングスぐらいにはですね、応用効くんじゃないかなと今日すごい強く思いましたね。いやー、ほんと今日来てよかったですね。はい。ということで、今日反省、半分。あとは、充実したサップ半分ということで、はい、終わりに、したいと思います。はい、ということで以上。